はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、石津石太郎です。さあ本日なんですが、皆さんこの墓守の刻印とかいう謎カードご存知でしょうか。これどこで入手できるんだ。これね、なんか神に使いし一族とかいうのが謎のあのパックと、なんか新なんか何個か前の新パックになんか実装されてた記憶があるんだけど、この墓守の刻印という謎カードをちょっと今回は使っていきたくて、これね、デュエルリンクスっていうあの DCG ゲームあるんですけど、そのゲームやってた方だったら分かると思うんですけど、あの墓所封印っていう石津石太郎さんっていうあの人のスキルがあって、なんかそれと似たような感じですね。墓守の刻印、自分のメインフェーズ1開始時にしか発動できないんですよ。はい、なんですけど、相手のターン白地までこの、あの以下の効果からどれかを適用できますと。で、1つ目、お互いに墓地のカードの効果発動できない。2番目、お互いに墓地のカードを除外できない。で、3番目、お互いに墓地のモンスターを投資できないと。ということで、まあ、アルティメット墓地メタができるよと。例えばですね、墓守の刻印と、ネクロバレーを両方とも発動した場合、例えば、墓守の刻印で、まあ、墓地のカードの効果発動できないという状態にしたとしますよね。で、ネクロバレーは、墓地からモンスター特殊はできないと同義なんで、基本的には。なんで、もう本当圧倒的墓地無駄ができるんですよ。今日はね、これをですね、皆さんにちょっとお見舞いしていきたいなと、いうふうに思ってまして、まあ、このカード、ちょっと使ってみたいなと思って使ってみたんですけど、まあ、使いにくいね。ちなみに、この効果を生かすために墓守デッキで最初使ってたんですけど、墓守デッキのパワーが低すぎて、全然お話にならなかったんで、まあ、墓地メタっていうか、まあ、墓地、そんな触んなくても展開できるようなデッキ、まあ、今回の場合は、クシャドリアですね。クシャドリアにぶち込んでおります。で、結局、ね、何がね、このカードやばいかっていうとね、メインフェーズ1開始にしか続いてないから、もうほんとね、引いてる時だけなんだよね、使えるの。だからサーチしてきてから使えないから、基本的には。だから、マジで運ゲー、引いた時だけ使えるみたいな。感じだし、まあ非常に使いにくい。しかもメインフェーズ1回指示だから、その合金とかとは、まあ合金とか合同で引いてきた後に使えないしねっていうのはあるんですけど、ただ、まあ、適用される効果は、まあ、環境にもある程度効くかなと。うん、まあ墓地からモンスター特殊ができなかったり、墓地のカードの効果発動できなかったらさ、例えばティアラメンツとかめっちゃきついし、まあ炎王とかだとちょっとまあこれの効果適用されても動けることは全然あるんですけど、まあ言うてきつい時もあるんでね、キリンとかの効果つかないとかねあるから、だからまあちょっと頑張ってこれ活躍してきたシーンちょっとお見合いしていきたいなと、はい、いうふうに思います。早速スキル発動していきましょう。スキル発動、墓所封印、デュエル、スタンバイ。うわー、来た来た、最強カード、うお、スキル発動、墓所封印うお、スキル発動、よし、最強カードを発動しちゃった、バカ誰かよ、あんだよ、これなんか G か、ちょっとなんか相手困ってるか、これ、おい、墓守の刻印の攻撃によって、てめえは墓地からモンスターを特殊召喚できねえか、墓地のカード除外できねえか、墓地のカードの効果発動できないか、どれかを適用されるぜ、次のお前のターンの終了時までな。あー、オッケーオッケーオッケー、ディメンションアトラクター適用されました。では、まあ、お互いに墓地のカードの効果発動できないにしておきますか。以上、ネクロバレーは持ってこれる予定なので、プラネットパスファインダー召喚します。効果発動したいです。さあ、リリースして、脳死墓地メタしていく。アルティメット脳死墓地メタ。アルティメット脳死墓地メタ&クシャトリラユニコーン爆弾させる、次元の下げ打つよりもこっちが下げだ、これこうするでしょ。で、こうしてこれどうすっかな、クシャトリラユニコーンの効果発動、まあ、パーピアス、フェンリルライズハート、ちょっとニビルだけちょっとだるいんですよね。ニビルだけどうしよっかなってもういう話あるんで、まあ、ニビルだけはするか。フェンリル特殊でしょ。で、フェンリル効果。で、ライズハートくん出しに行って、ライズハートでちょっとね、相手のね、あれだよね、そのキーカードみたいなやつぶち抜きたいんだよね、これ。これ結構さ、ライズハートくんのさ、デッキトップ除外でさ、相手のデッキトップ3枚除外するとさ、なんか相手のデッキの中にピン刺ししかされてないカードなんかぶち抜いて、なんかワンチャン、なんかめっちゃ強いみたいな話じゃないですか。毎日これでえんのかな、ニビル踏むし、まあ、ドヤ顔ネクロバレー発動キッショ、このデッキマジキッショいな、このデッキエンド。
さあお前は墓地のカードの効果は発動できないし、墓地のカードを除外できないし、墓地からモンスターを特殊召喚もできないわ基本的には。ああよろしくな。はい、で次元の裂け目、フィールドから墓地を、墓地を食らえるモンスターを全部、なにーユリコーいざ何でだから嫌いだわ、炎王スネークアイとか炎王あのスネークアイ使いってマジで、ほんと毎ターン毎ターン素引きしてんじゃねえぞ反逆の財宝、卑怯だろお前、毎回毎回ズルしてんだよなマジで。あーそれはまあいいか、ポプルス、まあ、反逆あ炎財宝、いやモンスター増えるとちょっとろくなことないんだよねこのデッキ系、ちょっと一回ポプルスぶっ飛ばしとくわ。あキリンくんかー、めんどくさいなー、キリンくんめんどくさいなー、キリン出てくる、いやーめんどくさい。でフェンリルで除外はできませんでした。ただポプルスはまあ置けはしないですね、まあ除外されるんで。でこれでいったあバトルフェイズか、なるほど、はい、オッケーオッケー、まあ生きたらいいわ、生きたら耐えてる、了解。でああ打てないのか現在法、分かった、墓地遅れないから打てないんだ、神、墓地遅れないから打てないね、なるほどね、それは神じゃない。ちょっと6枚除外します。うららユニコーン、プリペア、ゾウジー、キンマン、ティアクシア、なるほど、まあ、プリペア持ってくるか、プリペア持ってきます。で一旦サーチ入れたいです、サーチ入れたいん5、まあ一応これは通る、これ何に持ってきたらいいかな、まあ何してもこれちょっと次元の先に打っちゃったけど出せねえか、ユニコーン持ってきておいたらまあ大体なんとかなるでしょ多分これで。でこれでキリンをぶっ飛ばして、でフェンリル君の効果使ってキリンが除外されていく、よし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 、いいぞよし、これ素晴らしい。でカード一応セット、でプリペアで一応除外ゾーンか手札からエクシャトリラを展開一応できる。なに、あディアベルスター、これあディアベルスター来た、巨乳の女来た、女が来てディアベルスター効果、いやこれディアベルスター、ちょっと待って、ディアベルスターでこれ何セットされんのこれ、でも反逆さっき使ってたね、反逆はさっき使ってた、あ現在法か、でもこれ打てないでしょ、現在法は打てない、いやこれまた結局だから表側のカードを裏側で除外していった方がいいんだよ多分、これモンスターが横並ぶと多分このデッキろくなことないから、多分これで一旦これディアベルスター処理して、処理させてもろて、でプリペアこれいつ出せばいいんですか問題、炎王神獣キリン、やばい、ポニックス破壊ね。え、待って。これで、ちょっとガルドニクスって言われたらやばいか。いや、でも大丈夫か。次元の変化あるから。スネーガーエクセル。ちょっと待って。これ、これいつ出せばいいのこれ。これ出した方がいいか。やべえ、これちょっと遅かったから、出すの。これ速攻出した方がいいか、こんなもん。で、ユニコーンか、オーガか、これさ、フランメルジュとかやられたらやばいのか。え、待って、これスネークアイエクセルってこれ使えるの、こいつも墓地送ってって書いてるやん、神かよ、墓地送って発動やってよ、おい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 、やぶ、ちょっと待って、リトルナイトやべえな、リトルナイトはちょっとガチでやべえぞ、それは、おやめろ、うわ、きたー、いやでもこれ だいぶね、でもリソースかなり使ってるから、大丈夫じゃねえかな、まあ、次元の境目吹き飛んでみました、ちょっとクシャトリラオーガさん、ちょ、早めにこれ、何これ、ユニコーン出してみやったのか、普通にミスったわ、ごめん。ごめんなさい、クシャトリラエアプでごめんなさい、これ多分さっさとプリペアでユニコーン出しておいたら、このリトルナイトとかいうモンスターも、あーオッケー、これで、クランベルジュドラゴンとかいうモンスターを裏側で除外しとけばいいんでしょ、裏側で除外ね、これ、はい、神、オッケー、よし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 、神ゲー、セカンドなんだろうね、はい、もう一枚いきました。はい、もう一枚来ました、はい、もう一回貼ります。終わってる、エクサコロデッキマジ終わってるな。エクシャトリラー、フェンリル君の効果発動します、フェンリル君の効果発動しまして、あーどうぞどうぞ、了解しました、あーで飛びますね、了解です。じゃフェンリル君の効果起動して、さあサーチ入れまして、まあ入れるのはまあ
出せるモンスターはこれあれですかね、クシャトリがスキャクローかなんか持ってきてきますかね。で大賀くんの効果かなんか使いまして、で5枚カンニングしまして相手のデッキトップ5枚ぶち見て、でまあ引っこ抜く、まあ、制限カードを引っこ抜いておけばまあ問題ないといったところで、プリペアの効果起動して、でユニコーン、ユニコーン効果、バース終わったな、終わったわ、相手終わりだ、今お前を地獄に送り込んでやるぜ。大差でした。うわ、何このハンド。まあとりあえずスキル発動するしかないか。スキル発動、墓所封印墓所封印マジ懐かしいな。これはどうしましょうね。墓地からモンスター特殊ができないでもいいし、墓地の効果発動できないでもいいんだけど、いやーこれ墓地のカードの効果発動できないにしとくか、一応ね。相手分かんないときは墓地のカードの効果発動できないにしておくのが割と強いみたいな話はあったりなかったり、ラジバンダリ、クシャトリの大賀くんの効果で、トラップ持ってきたんですが何かありますか。あー OK、 サーチ入れさせていただける。でプリペア、バース発動、いやもうクソ弱いなこれ。大賀大賀って、大賀大賀の弱さ半端じゃないぞこれ。ちょっと大賀大賀はないわこれさすがにちょっとなー、まあしょうがねえか。まあ大賀大賀でこれさすがにクシャトリラなんだっけこれ、シャングリラ、出しに行くしかなくて、でまあセットして、まあバカエンドするしかなくて、まあ、マジ弱いけど、まあしょうがないよ俺。マジ弱いけどこれちょっと墓所封印が刺さるデッキだれ、ちょっと頼む。クシャトリラシャングリラくんの一応効果スタンバイフェーズに打ちたい。でスタンバイフェーズ、クシャトリラシャングリラの効果を発動。クシャトリはシャングリアの効果によって、あ、サイクリームギアガンマ、オッケー。サイクリームギアガンマはまあ一応、自動陣打ちまして、でうららって言われまして泡吹き倒れるというところまで見えました。泡吹き倒れ、あ、通っていく、通っていく、通る通る、中村通る。でサイクリームギアガンマからの特殊召喚で、まあ、これは、破壊耐性あるんでシャングリア耐えます、オッケー。でいやうららも来た、強い。でプリペア発動する意味ない、なんません。いやこれワンチャンなんかティアラメンツとかじゃないかな。ティアラメンツであれ、相手ティアラメンツとかだとマジでこの墓地のカードの効果発動できないみたいな効果めっちゃなんか効くんだけど。アクセルシンクロスターダストドラグーンね、はい。でうわこれバルネス入ってるかな。ちょっとウララウラは弱いわ、ウララウラはやめてくれよマジで。ちょっと待って、これバース破壊されるわけいかないんだって。あでもまあ2枚あるからまあ1枚くらい破壊されてもいいか。フルードバルネス、うわー勘弁してくれよ。ネクロバレー強いな。オーボの石壁、なるほど、オーボの石壁。いやまだでしょこれ。まあ、ちょっとしかるべきタイミングで、クシャトリラバースの効果を打って相手の墓地除外したいですねこれ。ホルスってことか、つまりイムセティ、なるほど。いやこれイムセティのドローにうらら打ってでバロネス使わせるしかないよね。まあ、ちょっと一回うらら打ちまーす。でこれは多分さすがに無効にしてきそうな気がするんだけど、まあそうだよね。でうらら無効にされました。まあ、ただバロネスの効果使ってくれましたということで、これ相手なんかこれあれだな、バースの隠された効果忘れてる気がするんだこれ。バース君は結構魔法カード発動するとだからここで割ってくるっていう天才的タイミング。ああ大丈夫だこれね。いやこれね、いや結構ね、これバースって意外と忘れがちな、この忘れられた隠された効果あるんだけど、相手が魔法カードのなんか効果発動するとなんかクシャトリラがいる場合順あ相手のもちろんなんかカードなんか除外できるんだよね。これさ、これホルス除外したでしょ。隠されし効果発動して、まあこれ全部裏側で除外させてもらいます。はい、クシャトリラシャングリラ君の効果発動します。裏側で除外されたんで相手の魔法トラップまたはモンスターゾーンを1個封鎖します。まあ真ん中ぐらいしよっか。はい、でバロネス君の効果起動しまして、いやこれ多分ね、あーまあ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 プリペアはしょうがないか。いやこれクシャトリラ引いてないんだよな。クシャトリラ引いてないので特に何も起きない。墓地からは出せない。プリペアはちなみに墓地から出せない。バースは墓地からは出せる。で王の石効果、いやー鬱陶しいことが起きてきたなこれ。ちょっとやばいかそれは。もしかしてバース意味ないやつかこれ。やばいかおい。まあでも今 G 通ってるからまだワンチャンか。アーゼウスで流されてもまあワン
じゃあなんとかなる、いやなんとかならないか、 バトルフェーズ、はい、なるほど。で棺でぶっ飛ばされます。でこれダメージステップ開始時なんで一応耐えた、ただ俺のライフはあと残り2000しかない。ちょ手札弱えけど、ちょなんとかなりますこれ。いやでもバース残ってるからなんとかなるかこれ。なんかリトナとか飛んでくるやつかこれ。あリトルナイト、あでもそれさリンクモンスターとかあの含んでないから無理じゃない、あの除外できなくないこれ。わあはい、どうぞ。トリビカルマ、あ、オッケー。墓地のカードの効果発動できない。え、これなんかバース残ったぞ、謎に。謎にバース残った、でかい。バース残ったのマジででかい。これはさすがに。いけるかもしれん。バロネス、効果、起動。対象は、指揮所、墓地からモンスターのを特殊召喚させないデッキなのに、モンスターが特殊召喚されてしまう。これどうすっかな。で、トリビカルマ効果起動されます。それはちょっと一回裏打ちますか、さすがにね。裏打ちます。これ一旦この盤面さえ処理してしまえば、ネクロバレーで蓋できんだよホルスなんてのは。ネクロバレー鬼きついんだからホルスなんて。パライゾス発動するっしょ。これリトルナイトだけマジ鬱陶しいな。オオカミ持ってきて、オオカミ出して、分かったわこれ、バトル&メイン2展開だこれ。こうしてリトルナイトと何にも効果使って処理じゃん。でメイン2入るじゃん。でクシャトレラフェンリル効果使うじゃん。でまあライズハート持ってきますよね。でライズハート効果発動しまして、出します。で、ライズハート効果発動する。これ特殊召喚したいモンスターを除外すればいいので、まあユニコーン除外して、バース蘇らせる。でパーピアス打つ、3体でアライズ、ネクロバレー爆弾、ドヤ顔エンド見えました、完全に見えました。でクシャトルユニコーンの効果起動しまして、でまあなんか適当に魔法トラップカード持ってきまして、ほんで、まあ、クシャトリラパーピアス発動しまして、で、まあ、対象、ライズハート。で、ライズハート君と違う属性のやつ、また出してきますよ、ということで、まあ、オーガ君かなんか適当に出してきて、ほい。ほんで、まあ、レベル7のモンスターが3体でオーバーレイネットワーキングを構築していく。これでですね、相手のクシャトリラを吹き飛ばさせてもろて、で、まあ、ホルスってのは毎ターン毎ターン、その、王の棺があると墓地から蘇ってくるっていうね。まあ、クソうぜえ効果持ってるんですけど、今からほんと分からせます、これ。まあ、遊戯王がどういうゲームかって分からせます。で、まあ、とりあえず3枚素材吐きまして、お前吹っ飛ばす。よし。で、まあ、ここなんでもいいわ。分からせる、マジで。マジで分からせる。マジで分からせる。まあ、次元の境目一応貼っといて。はい。で、分からせカード。はい、分からせカード。墓地からモンスター蘇生できないね、ニッチャー。墓地からモンスター蘇生できなくなっちゃったね。はい、ネクレバレー最強ということで、はい、神へ。うわ、先行欲しかった、これマジで墓所封印先行じゃない。まあでも後手でも一応打てるんですけどね。後手だったら初手なんかいきなり墓地からモンスター特殊ができないとかいう効果、まあ、適用させてから動いていくみたいな一応ことできるんで、割と強かったりするんですけど、その動きはね。さ、あと墓地のカードの効果発動できないもあるけどね。うわ、これ宇宙巻き起こるやつだ、ちょっとやばい。さすがに終わったかもしれん遊戯王が。いやー、これクーリアってことは覇王流系のデッキってことかな。アーティファクトダグザー、あー、なんかデスサイズってこと、デスサイズってことですか。あ、なんだこれ、失楽の打天使、え、
ちょ、わからん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 。手札を1枚捨てるデッキか、打天使モンスターを手札に加えるか墓地を送る。はい、なるほど、どうぞ。打天使モンスター、ちょっとわかりませんね。一体この人何がしたいんでしょうか。うわ、出た、出た、打天使レフキル出ました。打天使ナースレフキル、これシモッチバーンに使われるやつじゃん。これ待って、ちょっとやばい、なんかクソレッキョンに落ちてきたな。クソ、黒シープ、え、ちょっと何これ、え、覇王天竜、オッドアイズ、アークレイドラゴン、ペンデュラムスケールになんかカードを置きますね。で、黒シープの効果と、オッドアイズ、アークレイドラゴンの効果が起動して、なるほど、オッドアイズ、アークレイドラゴンからの剣道スピリット回転で、ペンデュラムスケール9、なるほど、やべえやべえやべえやつ来た、ガチでやべえやつ来た。打天使ナースレフィキロやばい、さすがに。で、エクシード、なるほど、エクシードザ・ペンデュラム効果発動、ピースケールの間のやつを出せますよ。エンタメイト、スマイルマジシャン、デッキからスマイル魔法トラップカード加える。あー、分かったかもしんない、これスマイル、なんだっけ、うーわ、やばい、ちょっと待って、スマイルユニバーサーやばい。これはちなみに速攻魔法なんですけど、ペンデュラム召喚めっちゃできるみたいな、効果で、相手のターンにも打てまして、で、相手は、その、出した、ペンデュラムモンスターの攻撃力の合計分のライフを回復するみたいな効果あるんですけど、ですね、これ回復は僕今ダメージになってるんですね、レフキルさんの効果で。これね、これシモッチバーンですね。スマイルユニバースじゃねえかこれ、いった、痛すぎ、ワロタ1万500点。